やっぱりメロコたちだけに任せておくなんてダメ。もう本当のこと打ち明ける。もう美月ちゃん、休館とかなんとかって全然デタラメじゃないか。わ、バカおじ先生。今度は何、火事でもあったの、それとも狼がやってきた。違うんです。え、あの来たのは狼じゃなくて、ネギラーメンっていう。やっぱり横になってた方がいいんじゃない。うん、だからネギラーメンっていう死神。二人ともそこで何してるの。さあ入って入って。うん、ここはメロコに任せとくしかないよ。若おじ先生。はい。美月ちゃんはすんごい、あ、すこぶるじゃないか。まあとにかくいい子だし才能もあると思うんです。そうですか。お願いします。私を信用して美月ちゃんを預からせてください。あ、はい。え、あーしんど。私にお客さんなんて来てませんでしたよ。お客さんって何ですか。だってさっき若王子先生が。僕が。あ、とにかくこれから小山美月をよろしくお願いします。こちらこそ。こちらこそ。はい。本当に美月ちゃんには頑張ってほしいんだ。え、僕は主治医として美月ちゃんを診察してあげることぐらいしかできないけど、でも主治医として以上に美月ちゃんの父親代わりとして接しているつもりなんです。先生頑張ってね。若おじ先生。みつき、ちょっと。大丈夫メロコ。たった一日にこんだけ変身したのなんて初めてだったろうからな。もう限界だろ。まだまだ平気だもん。今度は誰に変身する。あ、私タクトがいい。はあ、あの若王子先生。はい。あの間違ってたらごめんなさいですけど、昔ルート L でキーボードやってた。ええ、まあ。やっぱりあの王子様だったんですね。私大ファンだったんです。ああ、そう。本当に私すっごいファンだったんです。一度どこかのスタジオですれ違ったことがあったんですよ。あ、私もその頃は裏方じゃなくてアイドルやってたんですけど、といっても全然売れなくて。あ、そうだ、せっかくですからサインなんかもらえると。あ、美月ちゃんって携帯電話持ってます。あ、三日月ちゃん。は、はい。美月ちゃんまだ高校よね。え、あ、はい。実はね、今日彼女に携帯を渡さないといけなかったの。これがないと連絡取りづらいでしょ。はあ、そうね。じゃあこれから高校に行って渡してくるわね。あ、ちょうどよかった。じゃあお疲れ様。あ、どうすんだ、高校に行っても美月はいないぜ。タクト、お願い、私を16歳にして。きちんと自分で話してきたいの。ふん、そう来なくっちゃな。高山美月としてきちんとおしげさんに挨拶してくる。おしげさん。ん、美月ちゃん。はい、遅くなってごめんなさい。妹からおしげさんがこちらにいらっしゃると聞いたので。そう、会えてよかったわ。はい、はじめまして、高山美月です。はじめまして、ブリッジプロの大重雅美です。これから忙しくなるから
覚悟しておいてよ。え？と言ってもまだ新人さんだしね。私が一からビシバシ鍛え上げてあげる。よろしくお願いします。オッケー、とにかく頑張っていこう。はい。エイチ君、私にマネージャーさんがついたよ。いよいよ始まるんだよ、歌手の私が。ただ一つ変わらないもの、ずっと描いてた夢、今の自分はどう映るの、あの頃の小さな人。決まったわよ。プロデューサーは超大物の高須光平だって。へー、すげーじゃん。でもね、あの子高須の歌が気に入らないって自分で作詞するって言い出しちゃったのよ。作詞なんてできんのかよ、素人のあいつに。大丈夫、私がついてりゃなんとかなるって。違う、作詞ってのはな、もっとこう魂でやるもんなんだよ。次回、フルムーンを探して歌に込めた思い、お楽しみに。